オーストラリアからの大きな手紙,な手紙皆さんこんにちは野中恒博です今日も大きな国オーストラリアから大きなビジョンを持ちながら人生の大きな問題を考える大きな手紙をお届けします 今日の質問は5年後に何を達成したいですか5年後に何を達成したいですかという質問ですまず質問に答える前に質問ということについて考えてみたいと思います私たちは日常生活の中で多くの質問をしたり質問を考えたり質問に答えたりしていますが私は思うんですけど誰かに質問されたらそれを2つのレベルで 考えることが大切じゃないかなと思います一つは文字通りの意味を考えて答えることそしてもう一つは質問をより高い視点すなわちメタレベルで答えることですどういうことかというと日常生活の中で相手から何か質問されたときそれに文字通り答えることは大切ですが文字通りに質問されていることよりも工事のメタの視点で答えることによって質問の持つ意味が深まり それまで見えなかったものが見えてきたり真の問題点が浮かび上がってきたり真の問題解決法が見えてきたり相手の本当に言いたいことが見えてきたり人生に役立つ新しい情報を引き寄せるきっかけになる可能性が高くなるからです例えば数学の教科書の質問の場合文字通りにそれに答えることも大切ですがより高い視点から見て それに答えることは、自分の人生にとっていかに重要なのかを考えてみると、面白いものが見えてきたりします。先日、娘の数学の宿題を手伝っていたとき、一緒に数列の問題に取り組んでいたときのことです。要は、数字の並び方のパターンを見つける問題だったのですが、一見何も秩序もパターンもないかのように見える数列にパターンを見つけ出すために様々な予測を立てたり、 それを実証したり数字や文字だけではなくグラフなどのツールを使って数式を分析することでパターンが見えてきたりしたんですそしてハッと気がついたんですがこれは一見パターンがないと思われる私たちの日々の行動にパターンを見つける時にも役立つ考え方であるということに気がついたんです例えば電卓やアプリなどのツールを使って日々の出費のパターンを発見したり 日々の食事のカロリーを計算したりするのも言ってみれば数列のの日常生活への応用であることに気がついたんです。さらにはデマティリメソッドなどのツールを使って自分の生活上の出来事についてより高いレベルからの質問をすることで自分の思考のパターンが見えてきたりそれまで見えていなかった秩序が見えてくるのも数列の日常生活への応用の一つの例だと思いました。 一見、日常生活とは関係のないように見える数列の問題だったんですが、メタな視点から見れば、日常生活をより豊かにする考え方が含まれていたのでした。また、別の質問の例を考えてみましょう。教科書の中の質問ではなく、私たちが毎日触れているような日常生活の中の質問というのは、必ずしも文字通りの意味ではないこともあります。 それは、質問者の頭の良さをひけらかすことが目的だったり批判の意味合いだったり単に会話の間を埋めるためだけであったり友達になりたくてひなり出した質問かもしれませんしなどいろいろだと思います。だから極端な話相手の質問の真の意図によっては質問に答えるよりも相手の求めることを言ったりすることの方が賢明であったりするケースもあるわけです。 例を挙げると、「何遍言ったらわかるんだという質問には3回くらいかなと答えるよりも謝った方がいいでしょうしどうしてそんなに頭がいいんですかと聞かれたらそうね、僕は毎日3時間本を読んでるからかなと答えるよりも日本の場合はそんなことありませんよとかとんでもありませんと謙遜する方が良かったりするかもしれません。このように メタな視点から質問を考察するとそれまで見えてこなかったものが見えてきて人生をより有意義な面白いものにするきっかけになるものですそれでは番組の冒頭で紹介した質問に戻りましょうあなたは5年後に何を達成したいですか あなたたは5年後に何を達成したいですかという質問でしたまずこれに文字通り答えるのであれば私であれば5年後までに私は「野中メソッド」を確立してその本を出版し世界中でセミナーを開催したいと考えていますちなみにこの「野中メソッド」というのは外国語取得のためのメソッドでありますがそれだけではなくこのメソッドを使って外国語を学べば学ぶほど 人生の奥行きが広がりお互いが偏見や思い込みを超えて深いつながりを構築していけるメソッドです今現在でも一定の成果は上げていますがまだまだ私は満足していませんなんとか5年後に一定の形にしたいと考えていますあなたはいかがですか ?5 年後に何を達成したいですか文字通り答えようとするならば人生の7つの領域での目標を考えることでしょう 例えばスピリチュアルな領域であればもっと精神世界を深めたい悟りたいなどが目標になるでしょうし知的活動の領域であれば試験に合格したり資格を取得したりすることなどが目標になるでしょうし仕事の領域であれば出世したり起業したりすることなどが目標になるでしょうしお金の領域であれば一定金額まで貯金したり投資をしたりすることなどが目標になるでしょうし 家庭の領域であれば子どもの成長や就職などが目標になるでしょうし身体体の領域であれば病気を治したい痩せたいなどが目標になるでしょうし社交の領域であればもっと友達が欲しいとか社会的に自分の影響力を拡大したいことなどが目標になるでしょうしかしもっと工事の視点すなわち メタな視点でこの5年後に何を達成したいですかという質問を捉え直すのであれば5年後に何かを達成することだけが目標ではないはずだという考え方も浮かんでくるでしょう達成するといえば英語で言えば do ですが私たちの目標というのは do だけではなく何かになるという be や何かを持つという have も目標に含まれていいはずですまた この5年後という設定もメタな視点から捉え直せば必ずしも5年後でなくてもいいはずです。1年後でも3年後でも10年後でもいいはずです。さらに高次な次元からこうした目標設定の質問について考え直してみると世の中には目標設定する必要はない私たちは今ここで生きていればいいんだという考え方もあるわけでそれに基づくと先ほどの質問に答えない 目標を設定しないという選択肢もあっていいはずですそしてさらにメタ的な視点でこの質問を見るとこの前提にあるのは5年後には目標は達成できるかもしれないが今はそれとはほど遠い状態にあるという考え方であることがわかりますしかし果たしてそう言い切れるでしょうか確かに今の時点では5年後に望む形で目標が達成できているとは言いにくいでしょう しかし別の形でででああればすにななたは目標を達成ししていいるると言えるんじゃないでしょうかそう言うと「え5年後に達成している目標が今達成しているどういうこと?」という声が聞こえてきそうですが古今東西のさまざまな目標達成を見てみると実は何年も前にその原石とも言うべき達成の原型となる体験があることがわかります。 別の言い方をすると、その達成の原型となる体験がなければ、数年後に大きな達成もありえなかったということがわかります。つまり、この原石を発見し、それを磨いたり発展させていくことで、原石が輝きや形を変えて何年か後の達成になるのではないかと考えるわけです。さらに言えば、今どこにもその原石がなければ、何年経ってもそれは達成できないということになります。 ちょっと具体的に考えてみましょう先頃アメリカでイチロー選手が大リーグ通算3,000本安打を達成しましたがそれは何年も昔にちゃんと原型となる体験があったからではないでしょうかそれは子どもの頃の野球の体験かもしれませんし日本のプロ野球での体験かもしれませんそしてその体験の中にある原石を磨いて発展させたら大リーグの大記録という形で輝いたのではないでしょうか また、現在ブラジルのリオでオリンピックが開催されていますが出場選手はある日突然何もないところからオリンピック出場が決まったというわけではなく一人一人の選手にはその原型となるスポーツ選手としての体験があったからこそそしてその体験を磨いて発展させたからこそオリンピック出場という形で輝いたのではないでしょうかそしてその磨き方によってはメダルという形になったということではないでしょうか。 では大きな達成の原石とも言うべき原型とは何でしょうかそれはズバリ一人一人が持つ最優先事項です一人一人が持つ最優先事項これこそが大きな達成の原石であり原型であるわけですこれが原動力となりさまざまな行動を重ねるたびに輝きを増していろいろな形になっていくわけですイチロー選手にとっての達成の原石は野球体験であり オリンピック選手にとっての原石はそれぞれのスポーツの体験ということになりますしたがってこの原石がなければその延長線上に大きな達成はありえないわけです例えばあなたの原石がビジネスマンであればピアニストとして大きな達成を得ることは困難と言っていいでしょうその意味でこの原石の発見とその研磨が達成に等しい価値を持っていると思うんです 今ちょっっとびっくりすることがありましたこのポッドキャストの原稿を書いていた時実は原稿を書きながら別のポッドキャストを聞いていたんですがその内容は幕末の吉田松陰についてでした彼が昭下村塾で心がけた教育方針の一つは生徒の悪いところを発見することではなく一人一人の原石を磨くということであったという指摘が今 耳から聞こえてきたんです私がちょうど人生で大きな達成を得るためには原石を磨くことが大切だということを言っていたその時だったんです人生でこうしたシンクロが起きることは何らかの重要な意味を持ちますが 今回は原石を磨くことこそが大きな達成に必要でありそれこそが教育の真実であるということを人生がこのシンクロ体験を通して教えてくれているのかもしれませんこのようにメタな視点で一つの質問をさまざまな角度から見ていくとそれまで見えなかったことが見えてきて より本質が見えてきたりするわけですまた時々シンクロが起きたりするわけですただ質問に答えるよりもより意味のある大きなインパクトを持った答えを探求できたりするわけですでは何年か後に達成したいと掲げた目標をどうすれば望む形で実現できるでしょうかよく言われるところではまず決断しなければならない目標を紙に書かなければならない 他人の価値観ではなく自分の価値観に合致したものでなければならない目標には臨場感を持たせなければならない目標はスマートでなければならない、えー、ちなみにスマートの S はスペシフィック具体的に M はメジャー b l e つまり測定可能な A はアチーバ l e つまり達成可能な R はリ l イ t e d つまり会社などの 経営目標に関連したものであることそして t が time bound つまり時間的制約があるということを意味していますこのように目標達成の方法についてはちまたに多くの情報が出回っていますんでもうご存知の方もいっぱいいらっしゃることでしょうそこで私の方からはちょっと新しい角度から目標達成の方法をご紹介したいと思います先ほどの 誰でもすでに原石という形で目標は達成されているという話を思い出せば想像がつくという方もいらっしゃるかもしれませんがポイントはさらにその先にあります私がここで紹介したいのは達成したい状況に自分を置きそこになれるもう一回言います達成したい状況に自分を置きそこになれるということですキーワードはなれるですどういうことかでいうと私たちの多くは 何か大きなことを達成したい場合は、それに向けていろいろと計画を立て、コツコツと努力し、行動して、ようやく達成したい状態に近づく、そしてその結果大きな達成を体験できるというような枠組みで取り組んでいると思います。つまり、原石を発見して磨き続ければいいと。しかし、 私はまず自分を達成したい状況あるいは達成したいことに近い状況に自分を置くことを進めたいと思います原石を発見して磨くにしても磨く場所を選んだ方がいいということです先ほどの野球の例で言えば毎日毎日ただ素振りをするのではなく試合に出るなどして実践経験をどんどん積んでいくんですまたオリンピックを目指している場合も練習だけをひたすらしていくのではなく 可能な限り多くの試合に出るんですそして外国語を身につけたいと思ったらひたすら文法書を読んでいるんではなく実際に外国語を使ってみるできるなら外国に行ってその国の中で暮らしてみるということをおすすめしますそんな無謀な実力もないのにいきなりそんな環境に置かれてはたまったもんじゃないという声も聞こえてきそうですが この方法はは意外とと無謀とは言いい切れないんですつまり脳は自分の能力と周りの状況との間にギャップを感じるとストレスを感じますがそれは同時にそのギャップを埋めよよようううとすするる機能も働くようにでできているようなんです別の言い方をすれば人間ある種の強制力を持った環境の中でそうせざるを得ないという状況になれば本来持っている原石が輝き出したりするものなんです。 例えば私の日本語の授業の中で最初の授業から私はどんどん日本語を使えます生徒たちはこれまで聞いたこともないような外国の言葉を聞きながら目を白黒させますがやがて必死に私の真似をしたり私を観察したり質問したりして私の言わんとしていることを理解しようとするんです子供は未知のものを基地のものに わからないものをわかるようにしようとする機能が活発に働くようにできているようですしかしこれは子供たちだけの能力ではないはずです私たち大人も何かわからないことや不明なことがあったらそれを知りたいはずなんですしかし大人になってくると恥ずかしさや面倒くささなどが先に立って質問したり理解する努力を怠り大人はわからないことを無視したりひったかぶりをするようになるんです だから、子供であっても大人であっても、まずは自分を達成したい状況において、いい意味でのプレッシャーを与えられながら、自らの持つ原石を磨くことはとても効果的であると確信しています。もちろん、そういう環境に自分を置かなくても、自分で原石を磨くことはできると思いますが、自分をそういういい意味での強制がある環境に置くと、原石を磨く速度が上がり、より大きな輝きを増すようになるようになると思うんです。 そのためにもそうした新しい環境に慣れることが大切だと思います冒頭の質問にあったような5年という時間があればどんな新しい状況にも慣れることができるはずです私はこの慣れこそが自らの原石を磨き大きな達成を得るために必要なことであると思いますちなみにここで言う慣れとは今の自分のレベルに慣れるということではなく目指す レベルに向けて自分を成長させるということになれるということです今リオで行われているオリンピックにおいて日本のバドミントンのペアが歴史上初めて金メダルを獲得しましたニュースによると今回日本のバドミントンチームはどの国よりも早く現地入りしたそうです さらには2年間に日本代表のコーチが現地入りをして試合会場を視察してその場所の特徴を念入りに調査したそうです。つまり日本のバドミントンチームは世界のどの国よりも念入りにその状況を把握しそれに慣れる努力をしていたということが言えます。 そのことが彼女たたちの金メダル獲得につながったことは間違いないでしょう逆に言えばそうした大きな達成を体験したい場所に慣れることなしにひたすら練習だけを積んでいても思うような結果は出なかったかもしれません今回は「5年後に何を達成したいですか?」という質問から。 今日のビッグトークをスタートさせましたがまとめますと私たちはそれぞれ自分の最優先事項の中に原石を持っておりその原石を発見し磨き続けていればやがてはその輝きが増していくわけですそしてもっと大きな形で原石を輝かせたいのであれば自分の達成したい状況に身を置いて臨場感を持って磨き続けることなれることが大切ではないかと思うわけです皆さんはいかがお考えでしょうか 今回の放送が皆さん一人一人が持つ原石がさらに輝きを待つきっかけになれば幸いです。今日もオーストラリアからの大きな手紙を読んでくださってありがとうございました。オーストラリアより愛と感謝を込めて野中常宏でした。ではまた。